はい、皆さんこんばんは、柳田です。今日も一日お疲れ様でした。これからまだお仕事がある方や家事をされる方、勉強や副業に取り掛かる方はもう少し僕と一緒に頑張りましょう。このチャンネルではですね、1日2本、古物市場や転売ビジネスに関する動画をアップしておりまして、夕方にアップされるものはですね、こんな感じで音声と画像をベースにしたものになっております。今回初めてご視聴される方はですね、ぜひチャンネル登録をして、普段の動く柳田の動画もぜひぜひ見てやってください。よろしくお願いします。今日はですね、僕これが3本目の動画になってるんですけれども、前回と同じ、トクトクさんからのご質問に答えていこうと思います。ありがとうございます。一応今回初めて聞かれてる方のために軽く解説させていただきますと、Twitter の DM の方からですね、大阪のトクトクさんという方から、大量の質問メッセージが来ておりまして、全部合わせるとですね、100問近いメッセージと質問が来てるんですけれども、今はですね、これに集中して回答していこうかなというふうに思っています。トクトクさん、ありがとうございます。前半の部分一応読ませていただくと、古物市場関連の質問を考えてみました。 YouTube のネタになるものがあれば幸いです。数を意識したため、動画で説明している質問や何それという質問もあるかもしれませんが、ご容赦ください。いつも役に立つ&楽しい動画をありがとうございます。1000動画もしくは1万登録に向けて頑張ってください。応援しています、ということです。ということで、トクトクさん、ありがとうございます。で、昨日の動画でですね、1から6番までの質問に回答しましたので、今日はですね、7番からのご質問に回答していこうと思います。よろしくお願いします。いきますね。7番目の質問、古物市場では常連の他に優遇される人はいるのかっていうことなんですけれども、優遇されるっていうか、優遇自体別にないと思いますけどね。強いて言うなら、まあ前の方で商品が見れるとか、それぐらいじゃないですかね。古物市場、ブランドじゃないや、道具市場の方だと基本的に倉庫の中で競りをしてて、みんな立ったままですね、歩きながらついていって競りに参加するというような感じが多いので、ブランドオークションの場合ですね、テーブルをみんなでこう囲んでるような感じなんですよね。テーブルがこうグニャグニャとね、なんていうのかな、グニャグニャっていう形で連なっていて、でその後ろの方からですね、ずっとお盆に乗った商品が流れてきて、競り人さんの前までこう流れていって、そこで競りがスタートするんですけども、ブランドオークションの場合だとやっぱり競り人さんの近くに座ってる人が割と常連さんとかですね、たくさんお金を使って仕入れてくれる、買ってくれる人っていう場合がまあ多いですね。まあ仲がいい人とかですね、そういう場合が多いんですけど、まあ道具市場の場合でね、なんか優遇されるってことそんなないと思うけどな。まあこれも古物市場にはよるんですけれども、基本的に優遇されるってことはあんまないと思いますね。競りで例えばある商品に対して、その常連さんが1万円で、まあ初めての僕が1万円っていうような同じ金額を仮に指したとして、その時にですね、まあ常連さんだからって、そっちの人がじゃあその常連さんに1万円で落札っていうようなことは、まああんまりないですね。あんまりっていうか、ほぼないと思っていいんじゃないですかね。だから特別扱いされるっていうことは基本的にはないというふうに思います。はい、で次いきましょう。8番目、女性客への優遇や対応の違いはあるのかっていうことなんですけれども、これもですね、まあ別に特別優遇っていうことはないですね。まあ重たい荷物持たせないとかね、運ばせないとかいうのは全然あると思いますし、まあ普段生活している中で、なんていうのかな、女性に優しくするみたいな、まあそれぐらいの倫理観じゃないけど、一般常識の範囲内での、まあ、特別扱いっていうものはありますが、女性だからってどうこうっていうことはまあないですね。でも割とみんな女性にはやっぱり優しいんじゃないかなっていうふうには思いますね。まあ優しいねっていう感じですよ。女性だからって特別扱いっていうことは他には別にないかなっていうような感じですかね。はい、次いきます。9番目のご質問ですね。参加する人の割合は男一人が多いのか、大体の男女別、人数別の割合はということなんですけれども、これも難しいけど、道具市場の場合は
9割男性1割女性って感じじゃないですか。これもね、まあちょっとやっぱり市場によって違うと思うけど、道具市場はやっぱり9、1ぐらいだと思いますね。まあもし多くても8、2はいかないと思うんですけどね。よっぽど多くて8、2、まあ基本は9、1ぐらいだと思いますね。うん、でブランドオークションの方はまあそこそこいるんじゃないですかね。ちょっとこれもまあ場所によると思うんで、まあ一概には言えないけど、まあ女性も結構いると思いますよ。まあ7、3とか6、4とかで女性いると思うんですよね。もうそんなに下手したら5、5とかね、そんなに差がないんじゃないかな、ブランドオークションだったら。まあこれも場所によるので、まあちょっと一概には言えませんね。うん、まあそんな感じです。はい、次いきます。10番目の質問ですね。コロナの影響で倒産が増えるが、そうなると古物市場は活性化するのかっていうことですが、これもどうなんだろうな。まあでも倒産してる企業が増えると、その不良在庫みたいなものが古物市場とかですね、ブランドオークションに流れてくる可能性は全然ありますね。活性化するっていうその表現がちょっと難しいんだけどな、どうなんだろうね。でもまあ倒産品は増えるんじゃないですかね。うん、まあそれを活性化するっていうふうに捉えるんだったら活性化するのかもしれないですね。これもね、やっぱ古物市場によるんですよね。そういったあの倒産品を扱っている業者さんが売り人さんとして参加してる市場はまあ増えるでしょうね。とか、まあそのそういう業者さんが多いところは荷物が増えて活性化するっていうことはまあ考えられると思います。はい、次行きましょう。11番目のご質問ですね。柳田さんのおかげで古物市場への参加者が増えると古物市場は活性化するのかっていうことなんですけども、これもわかんないな。今僕がまあこうやって発信しているっていうことと、あとノートの方のですね、古物市場攻略法っていうのがあの販売させていただいてるんですが、この古物市場攻略法を今現在ですね、2020年の4月の中旬ぐらいまでに買っていただいている人の割合がおそらく700名前後ぐらいだと思うんですよ。700名前後でも全国で700名なんで、まあ言ってでもね、そこまで一つの市場に増えるかって言ったら、そんな言うて増えないと僕は思ってるんですけどね。どうですかね。まあこれは分かんないですね、正直。どうなんでしょうね。活性化するのかな。はい。ってな感じですね。はい。で、12番目の質問に行きましょうかね。12番目のご質問。古物市場は、古物免許を持っている人、1人につき何人まで入場できるのか、なんですけれども、これもまあ、古物市場に確認していただきたいんですが、基本的にはまあ、上限決めてるところの方が少ないんじゃないかな。参加費を払えば、まあ、何人かは普通に入れると思いますよ。さすがに10人連れてってね、10人参加するっていうとちょっとなんだって感じになると思いますけど、まあ、2、3人連れてくのは全然普通だと思いますね。ただその2、3人分の参加料がかかるっていう場合がほとんどですね。っていうのも、古物商の免許っていうのは、まあ、僕らそのなんていうのかな、個人だけで持ってるんではなくて、法人単位でも取得してるので、法人のね、まあなんとかリサイクルショップとかなんとかファクトリーみたいなところの、社員さんとかね、スタッフさんが一緒に来るっていう場合が結構あったりするので、まあね、その従業員さんが 2、3人でね来て中で手伝うとかっていうことは全然あるので、まあ1人に限定っていう場合はほとんどないと思いますね。まあ少なくとも数名は、一緒に付き添って入ることができるかなと、まあそういうふうに思います。はい、というような感じで今回は以上にしたいと思います。はい、トクトクさんありがとうございます。次回からもですね、引き続き質問がまだ大量に溜まっているので、これにお答えしていこうかなというふうに思います。助かっております。トクトクさんありがとうございます。はい、このような感じでこのチャンネルではですね、まあ、転売、セドリ、古物市場、ブランドオークションの仕入れなどに関する情報を発信しておりまして、まあ、そういったものに関するですね、悩みとか相談とか疑問、質問を、コメント欄の方から受け付けております。まあ、YouTube のコメント欄でも構いませんし、このトクトクさんみたいにですね、Twitter の DM からでも構いませんし、ノートの方のコメント欄からでも構いませんので、ぜひお待ちしております。詳しくはですね、この動画の概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。まあ、そんな感じかな。はい、じゃあ今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。おやすみなさい。バイバイ。じゃあね。